はい、どうもこんにちは、ゴルネス。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、今こちらに映ってる、成城高校の新キャラ東堂平ちゃんがね、実装されたということで、でそのスカウトがね、まあ来てるんですけど、今日はそのスカウトをねちょっとねガチャ引いていこうかなって思っております。でちょっと今ここで固有スキル出てるんですけど、ひまわりがついてるといきなり、はい、で固有通常の固有が、打席時自走者が得点圏にいるとき、自身のパワーが超絶に上昇し、ホームラン率が超大幅に上昇すると。で、ひまわりになると、打席時、走者が得点圏とかそういう条件は抜きに、自身のパワーが超究極に、上昇し、ミートが超絶に上昇し、ホームラン率が超大幅に上昇するということで、めっちゃホームラン率がいい感じの選手ですね。強いですねこれ、はい、ひまわり取れば。で初回のみ9スター30個ということで、で詳しいことところをねちょっと見ていきましょう。はい、一番左、これですね。あ、これじゃない、これね、ピックアップ、さっき固有は見たんですけど、あとはまあ、抜群、自身の、パワーが超抜群、パワーヒッター系なのかな、属性なんだろう、超属性か。はい、なんかめっちゃホームラン率が上がるっていうから花属性かなと思ったんですけど、で才能の方が、ピンクの方だけ、試合中ヒットを1本以上、打っているとき自身のパワーが大幅に上昇し、ミートが 超大幅に上昇と。で志を一つにがサードのとき自身のパワーが大幅に上昇し、守備が大きく上昇するというような感じ、まあ、守備もちょっと上げてくれるよっていう感じで、固有が結構打撃においてはかなり強力ですね。であと葵ちゃんですね、これも新キャラですね。はい、で固有が、セカンドの時自身の守備が超絶上昇、走力が大幅に上昇、エラー率が大幅に減少、まあ自身まあ守備的な感じの能力、守備寄りの能力にしてきましたねこっちの葵ちゃんは。はい、でベストポジション、自身のミートが超抜群に上昇し、学力が大幅に上昇で、5回以降自身の守備走力が大幅に上昇、まあ守備特化型の葵ちゃんですね。はい、こちらは風属性という感じで、デレストはまあ普通です、普通ですね。まあこれもまあ普通かなって感じ、まあまあ使えますね。はい、で狙いは東堂平ちゃんですけど、まあ何連引くかというと、まあとりあえず石がね新インパック買ったんで、で244個あるんですけど、まあ20-30連かなって感じですね。はい、まあ1回無料まであと3回っていうことで、まあ30連引く形で、でまあそれまでに東堂ちゃんがね出れば、まあそこで終わりかなという感じ。それではじゃあね、まあ10回スカウト早速ね引いていきましょう。はい、まず1回目は30個と。はい、まあシルエットがよくわからないけどもっていうかさ、平ちゃんなんかレムに似てるよね、リゼロのはい、でまあこれは演出何もなしって感じですね。まあ10連、まあ30連でも出ないような気はしますけどね。はい、で2、はい、で3は近藤ちゃんで、次4で、次5で、次6ともっちで、次7はあかねちゃん、はい、で次8またあかねちゃん8で9かな、はい、で鈴若ちゃんで最後、はい、いろはちゃんですね。はい、まあ10連目はまあ何も出ずまあここまではいつも通りというような感じ。はい、いろはちゃんですね。はい、まあ10連目はまあ爆死ですね、全部 R っていうほぼで20連目いきましょう。はい、20連目、こっからはね50個なんで、はい、夕方止まりかな。はい、いきましょう。で残り10連プラス10連引けるんで、残り20連引ける感じですね。はい、まあ、せっかくなんで1回無料分までね引いてみましょう。はい、まあ、特に何もないですね。はい、11か1で、次2、はい、中野ちゃんで、次3、まあ、めっちゃ出るじゃんうん、花山ちゃんめっちゃ出るじゃん、これ4かな、でこれ5、あかねちゃんよく出るね、で6かな、で7、7で
8、花山ちゃんめっちゃ出るじゃん。で、葵ちゃん。はい。ね、SSR じゃない。で、小麦ちゃんで終わりかな。はい。で、あと20連かな。はい。SR は、まあ、3枚か。花山ちゃんめっちゃ出るじゃんって。はい。で、シルエットがどうなんだろうな、これ。ちょっとよくわかんない。わかったそうですね、なんか。ちょっと微妙ですね。はい。で、30連目ですね。はい。で、夕方演出で、で、夜まで走り抜ければ暑いけど、まあ、走り抜けませんよというような感じ。はい。で、1位。はい、1位、つくもパイセン。ちょっと一瞬びくるんだよね。多分、ショートカットだよね、あれね。で、2。で、メイちゃんかな。はい。で、次、3。はい。シルエットはどうなんだろうな、4。で、次、5。はい、委員長めっちゃ出るじゃん。5で、で、次、6かな。はい、6。で、次、7。うん、永井ちゃん、めっちゃ出るね。で、次、8。おう、しのくもちゃん。はい、8で、で、9。天草ちゃんからの、小麦ちゃん。さっきも小麦ちゃんがラスト。で、これ30連引いたんですけども、あと10連無料が引けるという感じで、終わるんですけども、まあ、出ないでしょう。はい。まあ、出ないでしょう。はい。で、何もないですね。はい。まあ、夕方にもなんないパターンかな。そうですね。はい。あ、これは何もない。何もないパターン。はい。つくもパイセン、あおいちゃん。で、天草ちゃん。で、新田ちゃんは初。で、宝トミー。で、翼ちゃんも初めてかな。で、鈴若ちゃん。鈴若ちゃん、花山ちゃん、おい。番長。はい。で、しのくもちゃん。で、めいちゃん。ですね。はい。まあ、何も出なかったけども、どうしようかな。30連、40連。50連目いきましょうか。最後。はい。50連目。ノリで。で、最後ね、50連はね、50連じゃない。最後の10連分はなんかまた来るかもしれないんで、ちょっと取っておきましょう。はい。で、最後の最後に何も出ず。はい。で、千葉さん。で、宝トミー。宝トミーからのメイちゃん。で、千葉さんがここに来てめっちゃ出る。で、小麦ちゃん。小麦ちゃんで、新田ちゃん。はい、もはや、もう回数数えてないよ。で、葵ちゃん、シルエット出るけど、まあ、SSR 出ずですね。はい。で、これで終わりかな。はい。はい。ちょっとすみません。ちょっとね、電話が途中でかかってきたせいで、途中でちょっと切りました。はい。ということでね、50連引いたわけなんですけども、まあ、出ませんでした。あの後。はい。そういうことで、まあ、残りね、まあ、2回プラス1回ということで、残りこの分だけね、ちょっと引こうかなと思います。なもんで、残り30連で、全部で80連って形で、に したいと思います。ちなみに石は追加しました。はい。はい。じゃあね、続き引いていきましょう。はい。出ないっすね。これ闇ですね。はい。演出もしょぼい。はい、何もない。はい、何もないっすね。これ60連目。おぉ。本庄さんは今回初。そこそこじゃないんだよな。それじゃないんだよな。まあそうですよね。こっちっすよね。で、3かな。はい。3。で、4。はい。で、5。で、6。で、7。はい。8。はい。9。まさかの
まさかの嘘でしょ、嘘でしょ、だってこれ嘘でしょね。あ、そう、はい、まあありがとうございます。はい、一突ですね。はい、いやー、そこはさ、そんなことある。いや、そこは東堂ちゃんでしょう。で、葵ちゃんピックアップいらないと思うんだけどね。はい、まあ2枚抜きしたということで、はい、じゃあね、これで70連目かな、次。はい、70連目いきましょう。はい、まあ実質ラストっすねこれ。うん、無料分なんて何も出やしないんで、はいはい、何もないっすね。夕方止まりって一番中途半端なんだよな。はい、1位、まさかの2枚出る。そっちじゃないんだよな、葵ちゃん好きだけどさ、違うんだよね。はい、で4かなこれ。はい、で翼ちゃんで、月島ちゃん、月島ちゃんじゃない、塚原ちゃん。はい、だからトミー、昼だ、ご飯だ、行くぞ。はい、これね、貫突しております。はい、で小麦ちゃんで、次がこれで終わりかな。え、新しい小麦ちゃんだった今。持ってない小麦ちゃんだったね。で長谷ちゃん、はい、で番長で終わりと。はい、で次でラストかな。はい、いやでもどうしようかな、全部引いちゃおうかな。で1回無料を100連止まりにしておいて、これで終わろうかな。はい、まさかの2枚当たる。いやー、おいちゃん2枚か、それだったら東堂ちゃん2枚の方がいいな。で1、2、でまあちなみにあのシルエットがね、なんだか知らないシルエットが出ればもう確定なんですよね、東堂ちゃん。はい、で翼ちゃんで柊ちゃんかな、一瞬誰かと思った。でゆかりちゃんで、またゆかりちゃんで、 SR ですね。はい、これはまだ貫突してない。で長谷ちゃんで終わりかな。はい、どうしようかな、もうちょっと引こうかな結局。で泉田パイセンで終わりと。はい、でまあ80連で90100でちょうど100連なんですよね。はい、どうしよっかな、引いてみましょうか。はい、まあちょっと引いてみましょう。はい、もうこの際引きましょう、もう。はい、全部残り20連分。はい、で夜演出見たいっすね。はい、夜にならない。また葵ちゃん出そうだな、でも。2位で、これで多分ね、全部で100連引くことになりますね。はい、100連引いて、でまた来た来たけど、これは違う。はい、びっくりさせないで。で本庄さん、はい、で翼ちゃんで、で舞子ちゃんで、でココちゃんで、番長で終わりかな。あ、まだもう1枚ある。はい、で永井ちゃんかな。はい、これは持ってない。SR 未所持が来るね。じゃあもうこれでラストかな。はい、100連目、これでラストにしましょう。はい、もうこれで引けないんでね。はい、何も演出なし。渋いっすねこのガチャ。はい、はい、1で次2で次3で4、5、6で7、8、はい、新田ちゃんで、9は柊ちゃんで、10ラスト、はい、は委員長で終わったと。はい、
ということでね、おお、これも持ってない。持ってない SR 来るね。ということでね、まあ、まさかの葵ちゃん2枚抜きという感じで、まあ、一番目、目玉の、東堂ちゃんは出ずという感じで終わりました。で、まあ、50個、まあ、残り追加すれば、10連、まあ、20連ね、引けるっていう形になるんですけど、まあ、それはもしかしたら引くかもしれないというような感じです。はい。ということでね、まあ、今日は、東堂ちゃんの、追加ということで、東堂ちゃんガチャ、100連引いてみたでした。バイバイ。